はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、ということで本日なんですが、少し更新来ております。ガチャとしまして、1人1回限り S ランク限界突破コーチ付き10連スカウト来ております。こちらもいらっしゃいませというほど、待ち望んでたガチャが来てくれたような形ですね。本日はこれで引いていこうと思います。で、もう一つ、2023シリーズ2の2017サムライジャパンガチャが再臨しております。この前まで、2013サムライジャパン来てたんですが、それが期間終わって2017が再臨となっております。まあ、2013と比べると2017の方のが強い選手がいるんですが、まあ、スピリッツ4500の選手なんで、ここはエナジー使わない方がいいのかなと。エナジー使うんだったら S 幻突コーチついてる方がいいんじゃないのかなと思っております。といったような形で、本日はこの S ランク限界突破コーチ付き10連スカウト引くのと、マンスリー感謝祭の S ランク1人確定の10連プレゼントスカウト、この20連引いていきたいと思います。ただちょっとそれだとね、尺的にあれなので、今回更新できた通常 S ランクショートの選手12選手を軽く紹介してガチャ引いていきたいと思います。それではまずはショート12選手いってみましょう。1人目、阪神木浪選手。木浪選手は2023シリーズ2と比べますと、ミートが査定ダウンしているような形となっております。裏捨てにつきましてはスローイングがアップしているような形で、特能につきましては初球が固め打ちに変わっているといったようなところですね。木浪選手、個人的評価、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星3、リアタイ的星1となっております。まあまあまあ、ショート守備要員っていうような形ですので、純正オーダーには絶対入ってくるってとこじゃないでしょうかね。次、広島小園選手。小園選手は、ミートアップ、パワーアップ査定となっております。今シーズン結構打ってるんで、まだ上がってくるんじゃないかなと思っております。で、裏捨てにつきましてはショートとサードの適性がアップしているような形です。特能につきまして、流し打ち初球が粘り打ち対左投手に変わっているっていうようなところですかね。小園選手、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星3、リアタイ的星2となっております。まあ、今後シリーズ2で能力爆上がりすれば、ここの評価もどんどん変わってくるんじゃないのかなと思っております。次、横浜林選手。林選手、ステータス変わらずといったようなところですかね。裏捨てにつきましてはメイン適性がサードから今回ショートに変わっているような形です。で、捕球とスローイングがダウンしているような形ですね。で、特能につきましては粘り打ちが盗塁に変わっているといったところですかね。まあ、これは打者的には弱体化しているっていうところですかね。で、林選手、純正的星5、12球団的星1、リーグ的星2、リアタイ的星1となっております。まあ、純正用の選手なのかなといった印象ですね。次、巨人門脇選手。門脇選手は、ミートアップ、パワーアップとなっております。裏捨て、メイン適性がサードからショートに変わっているような形と、特能につきましては、ね、粘り打ちがチャンスメーカーに変わっております。まあ、門脇選手使うんだったら今シーズンエキサイティング出たものを使った方がいいかなと思われます。純正的星4、12球団的星2、リーグ的星2、リアタイ的星2となっております。純正オーダーやってる方だったら、もうエキサイティングの方をもうすでに取ってると思われると思います。次、ヤクルト長岡選手。長岡選手、ミートアップ、パワーアップ査定となっております。で、裏捨てにつきましてはセカンドの適性が消滅していて、補給スローイングがアップしているような形です。特能につきましては走塁さよなら男が流し打ち意外性に変わっております。で、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星3、リアタイ的星3となっております。次、中日カリステ。カリステは覚醒のものから比べますと、ミートアップ、パワーアップ、走力ダウンとなっております。で、裏捨てにつきましては、ショート適性アップしているのとセンターライトが消滅しております。で、特能につきましては初球が固め打ちに変わっております。で、カリステ、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星2、リアタイ的星1となっております。で、次、オリックス紅林選手。紅林選手は、ミートアップ、パワーアップとなっております。で、裏捨て、守備適性ビダウンしているような形ですね。57から55に。で、特能につきましては粘り打ちがチャンスメーカーに変わっております。純正的星5、12球団的星3、リーグ的星3、リアタイ的星3となっております。まあ、超広角は強いので純正オーダーにはバッシリ入ってくるような形ですかね。次、ロッテ友杉選手。友杉選手、ミートダウン、パワーアップ査定となっております。裏捨て、
ショート適正のみに変わってショート適正がアップしているような形です。で、徳野につきましてはチャンスメーカーが対右投手に変わっております。で、個人的評価純正的星5、12球団的星2、リーグ的星2、リア対的星1となっております。まあ低弾道はきついですかね。次、ソフトバンク今宮選手。今宮選手はミートダウン、パワーアップ、走力アップ査定となっております。裏捨て若干ダウンしているような形ですかね。徳能は全て変わって今回から超チャンス20丸選球眼固め打ちとなっております。称号で全同値狙えるのが結構、使えるところじゃないでしょうか。で、純正的星5、12球団的星3、リーグ的星4、リア対的星3となっております。全同値決まったらめちゃくちゃ強いですね。次、楽天村林選手。村林選手はパワーアップ査定となっております。で、裏捨てショートとサード適正がアップしていて、特能につきましては粘り打ちが流し打ちに変わっております。で、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星2、リア対的星1となっております。次、西武源田選手。源田選手ステータス変わらずといったところで、裏捨て肩が若干アップしているような形ですね。で、特能も変わっていないというようなことですので、まあ、どんどん継承しちゃっていいところかなと思われます。で、純正的星5、12球団的星3、リーグ的星3、リア対的星4となっております。まあ、リア対で守備要員として使うのは全然ありかなと思われます。で、ラスト、日ハム上川畑選手。上川畑選手はミートダウン、パワーダウンとなっております。ショート適正もここをダウンしているような形ですね。で、特能につきましてはさよなら男が粘り打ちに変わっております。で、上川畑選手は純正的星4、12球団的星2、リーグ的星2、リア対的星1となっております。まあ、純正やってる方 TS の金子選手持ってればここ上川畑選手はいらないのかなと思われますといったような形でちょっと駆け足になってきたんですが、今回新たに追加されたショート12選手ご紹介してきました。まあ、今回欲しいところあんまいないんですが、強いて言うんだったら今宮かなといったところです。というわけで本日のメイン、まずは S ランクが一旦確定してないS ランク限界突破コーチ付き10連スカウト引いていきたいと思います。さあお願い、 S 原突コーチめっちゃ嬉しい。いいよいいよ、 S 来い、 S 来い、 S 来たら紙引きよ。もう一個来ないか、来ないか、来ないか、来ていいよ、来ていいんだよ。うわ来ねえわ、うわー、あんだけ演出持ってたのに。じゃあ A 多めで、 A ランク多めで、 A ランク多めで、 A ランク多めで、あ、なんも出やしねえ、普通だ。まあ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 、 S 原突だけあればいいよいいよ。では本日ラストになっておりますマンスリー感謝祭7月度、久々の S ランク確定の10連プレゼントスカウト引いて終わろうかなと思っております。さあお願い、さあ2枚引きなるか。やっぱね、前の更新の動画でも言ったんですが、このタイミングで S 確定はねちょっとずるいよねと思いますね。まあそれでもスウェゼン食わぬは男の恥。何も来ねえ。はい、ここだけ。さあ持ってない選手欲しい、 S ランク2枚引きはないと思うが、欲しい選手が欲しい。まあそりゃそうだ、持ってない S ランク、ここお願い。岩崎、いや阪神めっちゃ出んな、ザキさんか。はい、ということで本日は S ランク限界突破コーチ10連スカウトと、今月のマンスリー感謝祭、一気に20連引いてきました。まあ岩崎はね使うかどうかはちょっと微妙なところで、まあ、ミキサー要因かなと思われます。皆さん今回原突コーチ付き10連スカウト引かれた方、マンスリー感謝祭引かれた方、どんな引きが出たのか、神引きできた方、ぜひともねコメントよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は、ガチャ20連引いてきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。